どうも、花火職人のゆうと、ひじりと、けんちです。さあ、今回はですね、はい。笑ってはいけない、会話不成立。はい。まあ、これ今皆さんね、頭の上に貼ってなんかするよと思いますけれども、はい。まあ、これは、まあもう、頭おかしいなって思われるかもしれないですけど、うん、僕らこれ、日常的にやってますよね、実は。やってます。やってんの。はい。ただ単に、わけのわからんこと言って会話を成立させない、もう意味のわからん言葉で会話するっていうだけですね、うん、はい、会話じゃないんですけど。そうですよね。ルールは簡単、笑ってはいけない、はいはい、笑ったら即終了、動画が即終了です、ね、はい。で、会話が成立したら、普通のこと言うてもうたら、うん、即終了、うん、これだけなんですよ、うん、意味わからんと思うけど、うん、見てもらったらわかるよね、本当に、うんうん、ということで、今からホームビデオが流れます、僕らの。そうですよ。日常なんで。さあ、ホームビデオが流れます、僕らの。そうですよ。日常なんで。そうですね。そうですよ。日常を垣間見ることが可能です。そうです。っていう動画。っていうだけです、今回は。はい。はい、それでは、今回の曲いってみましょう。パッ、こっちよ。花火食食。それでは。はい。花火職人の笑ってはいけない会話不成立。よーい。スタート。ほんま、笑いの音で渋谷に行きましたね。本当に。マジで、もう、真顔で話すみたいな感じってことは、お前、カバーとチューした昨日。ヒラメと一緒にそれ帰った。あー。ただ、ホイコーローをボーリング場で食べたって話か。うん。昨日の晩飯は犬。普通にティンカーベルぬか漬けにしてるみたいな話やな、それ。なんでやねん。コーラ逆さまにすんじゃん。そんなことされたら、アリゲーターの歯が全部、反り返る。取り替える。そうなの。結構意外ちゃうそれ。うん、意外。協力的やな。概念みたいな顔してんなお前。フック船長みたいなの手してるで。うん、逆立ち。違うわ、間違えた。猫猫。ホワイトボードにビー玉乗してるみたいな顔してんで。うわ、それ俺も言おうとしてた。嘘つき大ファミリーやんじゃお前ら。ああ、そうとも取られるかな。チャンバラごときが普通にエアバッグでサッカーしたい俺は甲子園で車のエンジン切った今お前ブルガリの香水切る目はやったらあったかんやろ今はやめときやなんでブルガリの香水切る目やらんほうがいいで今絶対もんか思ってんのお前よう言われそうで悪い港区で誰が妖怪図鑑の1ページ目や砂漠の右半分か俺いやースタバ俺アトランティスの入り口の取っ手かドロンコメガネの始まりかお前平成たぬき合戦もポンポコするつもりですわうん、犬まみれ犬まみれドップラー効果合唱団かお前ら口裂け地獄じゃんそれを言われたらアンバランスニューフィールドに俺は存在することになるなるほどな今世ではそういう考えもあると思うけど俺としてはペンで味噌汁飲みますペンで味噌汁飲みますいいなぁ饒舌やな普通に歯医者さんの待合室で殴り合いしてまうおぉ階段でも俺シマウマにスカウトされたでうんいいなそれ結構前の話じゃなくてヒゲ小学校の時おぉえ終わりました5分半で、ケイト君が笑ってしまいましたのでちなみに何で笑ったんですかうん、ヒゲ、終わりは、うんうん、ヒゲですでは、第2回でお会いしましょうバイバーイ今日のないないクラッチバック、両手で持つやつ2個違うよ、1個ラグビー部やんか、こうか何してんの、そいつはあれ、片手で持つからええんやろそれでその利便性をが評価されてるそれで、それで台無しよこうやって持って、うん、後ろに投げんねやろただでさえ手掴まんでいいバッグもあるからな、まず確かに
前に投げたらあかんけど、前に投げたらあかんよ、全部パスは後ろよ。ラグビー、ラグビーやん、じゃあラグビーボールは持ってるやん。稲垣バックやん。じゃあバックパスするって何？バックパスやん。おお、バックパックでかけやん。え、バックパックでかけ、リュックサック背負って。え、わわわわ。